キンプリヒラの仕様、一年休業、噂で注目。岩橋のタトゥー公開とともに、新たな可能性が広がり、ファンは興味津々。最近、元キングピンス以下、キンプリの岩橋玄樹がアディダスジャパンの最新 T シャツコレクションのキャンペーンに登場し、その両腕に入れたタトゥーがファンの注目を集めています。 一方で、岩橋と同じく金プリのメンバーである平野氏洋が、「一年休業の噂が流れ、その背後には新たな可能性が広がっているようです。この記事では、岩橋のタトゥー報道と平野の一年休業の背後にある興味深い噂に焦点を当て、その真相を明らかにします。岩橋玄樹のタトゥー驚きの裏には、 アディダスジャパンが岩橋源樹を最新 T シャツコレクションのキャンペーンモデルに起用したことで、ファンは岩橋の両腕に入ったタトゥーに注目しました。岩橋は以前から自身のインスタグラムでタトゥーを披露していましたが、その範囲が予想以上に広がっていたようです。ジャニーズ事務所では公にタトゥーを見せることが禁止されていますが、岩橋は退場後、自由にその姿を披露しています。 同様に、元ニュースの手越祐也も岩橋同様にタトゥーを公に披露しており、ジャニーズ事務所を離れたタレントたちが新たな自由を享受している様子が見受けられます。岩橋のキャンペーンによって、同じくジャニーズ事務所を退所する平野仕様に対しても、タトゥー入れるかもという期待の声が上がっています。平野は、女性セブンの報道によれば、 海外進出への思いを強く抱き、一年は休みたい、と周囲に語っているとされています。これにより、平野が岩橋と同様に海外でタトゥーを入れる可能性が浮上してきました。平野潮の一年休業、噂の真相は女性セブンによると平野潮は海外進出に強い意欲を抱き一年は休みたい、と周囲に話しているとされています。 これに対してファンやメディアからは様々な期待や憶測が巡っています。一部では岩橋が海外での自由な生活を手に入れたように平野も同様の経験を求めているのではないかという意見があります。また岩橋がアディダスのキャンペーンに登場する中平野も同様に海外で新たな可能性を追求するための一環と見る向きもあります。 平野の一年休業が真実であれば、その間に何を計画しているのか、ファンや関係者は気になることでしょう。武者修行のために海外へ渡る可能性も報じられており、彼の新たな冒険に期待が膨らんでいます。ジャニーズ事務所を退所する金プリメンバーたちの新たな可能性ジャニーズ事務所を退所する金プリメンバーたちは、新たな可能性を広げています。 岩橋のタトゥー公開や平野の一年休業の報道を通じて、彼らがジャニーズを離れてから得た自由が具体的な形となって現れています。これまでの制約から解放された彼らが自身のアイデンティティや表現をより自由に追求する機会を得ていることが伺えます。 キンプリのメンバーである岩橋玄樹がアディダスのキャンペーンに登場し、その両腕のタトゥーが話題となりました。ジャニーズ事務所を退所した岩橋が自由な姿勢でタトゥーを公に披露する中、同じくキンプリの平野市洋が一年休業を検討しているとの報道が広がっています。これにより、ファンやメディアは彼らの新たな一歩に期待と興味を寄せています。 ジャニーズ事務所を離れたメンバーたちが、自らのアイデンティティを追求し、新たな可能性を探る姿勢は、ファンにとっても新鮮で刺激的なものとなっていることでしょう。今後、岩橋や平野を含むキンプリメンバーたちの活動に注目が集まりそうです。